撃の第一陣はすでに降下。反乱軍は基地から脱出中だ。はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。ホス攻撃側やっていきましょう。いや、ホスはね、意外とやりたいことが多すぎて、この試合が始まる前のカウントダウンですね、あれをこう聞きながらどうしようかなと、逆にどうしようかなというのをね、迷ってしまうという、そんなね、悩ましいステージでもありますけれども、どうですか。あ、乗せてくれる感じですか。それ非常にありがたい。もうロックオンされてるってことはイオンタレットが置かれてるな。そうだね、イオンタレットですね。で、真ん中抜けてった方が良さげな感じですね。これは左側かなり深いところまで持ってかれたな。敵の場所が分かりませんね。横にいますね。ものすごい勢いで走ってくれなかったね。こっち側に持ってったやつどうなった。撃たれたのか。撃たれてるね。方向に穴が開いたぞ。まずいんじゃないの。これはまずい流れなんじゃないのか。ほい、あ、外してる。マジか、全然当たんなかったな。位置が悪かったか。よし、しっかりトントン取り返していきましょうか。いまいちこう敵の位置をうまく把握できなかったな。やりますね。左連打はいいんじゃない。どこにいる。そしてトントン生きてますか。あの状態で乗っていかれちゃったかな。乗っていかれたっぽいね。で、まあ、撃たれてる回数は少なめなのかな。これは私は別段何の活躍もしておらんが、あ、定位置にいるじゃん。取りに戻りましょう。飛行機怖いけど。すまんね、なんかあまりうまいことを活用してあげられんかったわ。もう撃たれてるね。行きましょう。ああ、かなり航空戦力いっぱい出てる感じか。敵はいませんね。そして今日は言うことあんま聞かないパターンのやつだね。今日あんまり言うことを聞いてくれないパターンのやつか。イオンタレットはいっぱい置いてあるけど、まあ、大したダメージじゃないんで、落とせるんだけども、それは返しませんよ。お、イオンタレットでしょ。イオンタレットは大したダメージではない。イオン魚雷はきついけど、タレットは流していきましょう。右か、右撃たれるか。右はそんなに来ていない。まあ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 、それはさすがに逃しません。おっと、向きが悪いね。真ん中撃たれそうね。間に合わんな、これは。間に合わなかった、間に合わなかったが、まあ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 、左を打たれているわけでもない。何を考えている。戦わずして何をする。よっと、ここはフロントランナーを使って、あ、誰もいない。フロント使って戻ってきたけど誰もいませんぞと。ウォーカーが2つ目のチェックポイントを通過する。基地まであと半分だ。まるで戦闘はおっと、頭突きが計らぶった。
が空振った。右撃たれそうだね。ナイス SD ですね。ただ一人で来てるとは限らんから危ない。そう簡単に私に追いつけるほど。お、2匹で共闘しますか。撃たれてるじゃないか。普通に撃たれちゃってるのはまずいぞ。普通に撃たれちゃってるのはまずいぞ。なんかいるね。だいぶいなかった今ヒーロー。あーちゅちゅ、だいぶイオンタレットが置いてあるね。だいぶイオンタレットが置いてありますぞっと。タレットが置いてあった。今ロケトルが飛んでいた。ここは行き過ぎ。これは行き過ぎなんで戻る。撃たれてないか。持たれてると怖いんだよね。何かが降ってきてるけど抜けてこられてると怖いんだけども、そんなに抜けてきてる気配もないか。ウォーカーが内周防衛線を突破する。基地まであと少しだ。なるほど、ここ一気に詰めましょう。おっとっと、一気にここは詰めます。味方がだいぶ前に出てるからフロントランナーを使いつつ拾われないように攻撃していく。あーちょっと待った、走んなくなったか。ここに来て やばい、体が持たん。アナキンやれなかったな。アナキンやれませんでしたね。連中は撤退を早めている。だが連中を追うにもまず足がかりとなる拠点の確保が必要だ。いたな。全戦力を持って敵のハンガーを奪え。フロントランナーをちょっと生かしつつ、みんなにポイントを与えつつ、一応粘っててもあんまり意味はないよな俺。降りよ。あなたは今すぐ戦いをやめればまずいだろ。やべ、避けちゃったな。いいところで。俺がもらう。いや無理すると死ぬんじゃねえかベイダー。リーダーじゃねえや。モール。センサー干渉起動。回せろ。それが。危ない。グレまずい。グレはまずい。全部使われているね。オフィサーで行くか。ただもうあれだな、オフィサーで行くんだったらブラストコマンドじゃないな。キチャコマ起爆解除。あ、ボールが死んでた。しまった。お前たちにはできる。勝利をつかめ。
東ハンガーの制圧準備よし。何を食らった？あ、スナイパーがいる。スナイパーがいるぞ、あそこに。一瞬空いてたんだけどな。やっちまったな。オーケーオーケー。さすがにここら辺に置いといて牽制しとく？置けませんでした。さすがにこの辺に置いて牽制しとく？いるじゃん。やべ、 S5 のまま来ちゃった。すいませんサーセン S5 だった。ブラストコマンドを使ってた時の名残が。大丈夫か今日のエミル君、大丈夫か俺の。全然大丈夫な気がしないんだが、殴りにも負けそうな雰囲気出てるんだが、殴りにも負けそうな雰囲気出てるんですけれども、ちょっとデストロを生かしていく。クソ生かしていけねえな。いや、自分がデストルとなって生かされていくパターンもありだ。押し返されたね。押し返されましたね。きついか。だいぶ来てるんじゃないか敵。この押し返され方を見ると、そこね、結構いるね。その角にもいる。ごめん、弾切れなんだ。部活にリロードできねえな。出てきなさいはまずいだろ。消えてるぞあれ。危ない。あんまり嬉しくはないよな。あんまり嬉しくはないよな、この状況。やばいね。ソベイダー守れんかったな。うわ、厳しそう。頼む。今の釣れたんじゃないのレイ。これ逆いってるね。2まずいねこれ。これ追い出された瞬間に0になってオーバータイム発動せずパターンあるからな。ヒロイックマイト。これ結構やばいね。え、よく制圧中になるな今ので。え、パルパティン命をかけて守ってくれたのか。まずい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 。パルパティン、オナキン倒してる。挟み撃ちしていく流れか。そんな余裕あるか。全く当たってないけども俺のS5 が全く当たらん。ちょっと待って、 S5 やめるか。ちょっと待って、武器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 。あともうちょっとだけど敵もやばいぞ。かなり裏回れんかったからな。後ろです。うお、ロケットか。とりあえずレイは切ったぞ。レイが切れれば索敵なくなるからいけるでしょう。私には気づけなかったようだね。いやー、ただボスクは命かけてあれか、アナキン道連れにしてライン上げてくれたな。
ポイント余ってるだろうからきちんと使っていきたいな。燃料パイプ、燃料貯蔵庫を爆破しろ。電柱はホスを脱出できなくなり、勝利は我々のものとなる。これドゥークを軸にしてこっち側攻めていきましょうか。こう迷うんだよないつも。これ絶対遠回りしてるやつだね。遠回りしてる遠回りしてる遠回りよ。結果右に行こうと思って左に出てきちゃうやつでしょ。じゃあ、ま、迷ってる全員迷ってるっていうね。全員迷っちゃってるやつだもんね。危ない。くそ、もうちょっとなんだけどな。なんか使えるんじゃないの。何も使えない何も使えない。これはさすがにきついと思うんだよね。もう急いで置きに行かないと、急いで置きに行かないとやばい、やばいやつ。え、フルトミか。いや、さすがにやばいやつだよな。よっしゃ。どうするどうする。OK! あ、OK じゃない !OK じゃない、ちょっと使わせてくれ。落とされてたな、モール。ただ、ルークも一緒に落ちてるから。解除されたか。これさすがにもう、辛い段階に来ているね。辛い段階に来ているね。またか。またそのマッチアップか。これなんか使えませんか。何も使えない。まずいまずいまずいぞ。このポイントどっかで使いたい。このポイントどっかで使いたいな。ロケラングには飛んでいるけど、それは止めます。あそこにバリアあんじゃん。いって、どこまで飛んだのよ。あ、無理か。貯蔵庫の爆破を準備した。ナイス、置いてる置いてる。よし、デストルデストル、もうデストルでもいいからポイント使わせて。どこ、待って待って待って、これどこよ。あ、こっちか。いや、もうこっちじゃないんだよな。こっちだけ守ってても負けちゃうから。多分こっち側のアクセス多分きついでしょう。もうオーバータイムになっちゃった。もうオーバータイムになっちまったな。間に合う気がしないっす。間に合う気がしない、間に合う気がしない、間に合う気がしないよ。もうちょっと早めに仕掛けないと、もうちょっと早めに仕掛けないと。いやー、きつかったね。まあ、だいぶ削られて、むしろ第2フェーズを突破できたのがギリギリって感じ。やっとこって感じだったからな。やっとこ第2フェーズ突破って感じだったんで、まあ、それを考えると最終はもうちょっとあれだったかな。1個ずつやった方が良かったのかもしれないね。全然ヒーローを使えるチャンスはなかったけれども、はい、というわけで。いやー、もうちょっと、いけたらね、勝てそうだったんですが、残念といったところでした。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。